fala TuSub, procurando aquela loja confiável e que entrega para adquirir o seu novo computador gamer? Os melhores preços de hardware no Brasil estão na Terabyte Shop. Compra lá e utilize os links da descrição. O crack é igual o João das 10, só vem para roubar, matar e destruir. Fuja da craqueagem, compre já sua licença Windows original no site da GVG Mall. Links na descrição. この時間はコスタリカ対ラツィオ、こちらの一戦をお届けいたします。このスタジアムで今日はどんな試合が見られるのか楽しみです。コンディションですが現在こちらは晴れています。好条件でのナイトゲームになります。このゲームの解説は元日本代表ミッドフィルダー北澤豪さんです。北澤さん、どうぞよろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。さあゲーム開始です。コスタリカ対ラツィオ、エキシビションマッチが始まりました。サイドを紹介します。右にエンドを取るのはラツィオ、反対側左のエンドからがコスタリカ。ボラーニョス、ガンボ、オビエド、裏へ届くか、いいボールですよ。キーパー直接処理しました。ルイス・アルベルト、さあ左サイドへ、ブリッジからインモービレ、インモービレからサビッチ、ルイス・アルベルト裏を狙っていきます。ロングボールを縦に送る、ウアルテ、コスタリカ奪い返します。素早いパスで攻め上がっていきます。柔らかいボール、キャンベルからのパスは通りませんでした。さあカウンターを仕掛けます。右サイドから上がります。おーっと抜けてきましたね。上げてくる、ストラコシャ、ここは抑えました。コレア、ルイス・アルベルト、インモービレからカイセド、この柔らかいパス、もうこれいいでしょ。低いボール、シュート、拾いたい。いやー、よくこれ守りましたよね。まあ、いる位置が良かったんでしょうけども気迫を感じましたね。チャレンジはしません。後ろに流す、ルイス・アルベルト、ルリッチ、ルリッチからボールが上がる中央、ライアン・ルイスから長いボール縦へ。ラツィオとしては先ほどから両サイドがかなりワイドに引っ張っていると思うんですけどね。それはどういった意味があるんでしょうか。横幅を広く使ってボールを浮かして相手の選手間の距離を広げておくと中央の選手にくさびを入れやすくなるんですよね。なるほど、前線を広く使って相手選手を混乱させようということなんですね。そうですね、ワイドな展開で崩していこうという意図があるんじゃないかなと思いますけどね。はい、今日の立ち上がりなんですが両チーム、北澤さんはどうご覧になりますか。まだ点も動いてないですからね。まずは主導権を握る上でどうするのか見極めることが大事になってきますよね。スタミナがありますからね、ミスは少ない時間帯ですのでじっくりいってほしいですよね。裏へのスルーパス、いいボールだ。さあボールはルリッチへ、仕掛けるか、ちょっと伸びてしまいました。アイセド、今の飛び出しのタイミング、いや良かったですよね。このタイミングって時に収まりましたよね。これを繰り返していけばいいと思いますけどもね。
インモービレスルーパスを出す。ルリッツからインモービレ、中は枚数います。クロス、頭で来た。お互いの意図完璧というヘッドでしたが決まりませんでした。最後崩されましたよね。突破されて中央も守りきれてないですよね。今のはラツィオ、チャンスを迎えたシーンがありました。いいプレッシャー、アチェルビ細かくパスをつないで攻め込んでいきます。ルイス・アルベルト、前半はまだシュートが打てていないコスタリカ。サビッチから左へ、うまいですね。足元シュート決まった。先制ラツィオ。素晴らしいパスワークからのゴールが生まれました。回している選手同士でこうメッセージのやり取りというかね、誰がフィニッシュをするのか、その辺りにどうやってつないでいくのか、この辺のプロセスを共有しているからこそ生まれたゴールじゃないでしょうかね。素晴らしいですね。先制ゴールを決めました。1対0、まあ、このまま波に乗るのか逆に返されるのか、ミスターどこのワンプレーが意外と大事だったりとかしますからね。オビエド、クロスを選択。フォローいいですね。ブライアン・ルイス、コスタリカとしてはここで傷口をこれ以上広げないことですよね。まだ前半中盤なんでリスクを犯す時間帯でもないですからね。ボールの奪い合い激しいものがあります。ここでファールがありました。これはカード、審判に抗議しました。これは認められません。およそ30メートルというところです。ここで中へ切り込む。もう一回ウワルテ、インサイド上がっていく。再びスローインです。コスタリカ、これは奪い返します。シュート、積極的に切り込んでいったんですが惜しくも外しています。良かったですね。個人からの突破でしたね。ミリンコビッチ・サビッチました、ね、スペースへ出す。さあカウンタースピードを上げたいところ。来た、シュート、しかしボールは右へと逸れていきます。枠に行っていたらゴールでしたよね。非常に鋭いシュートが飛びましたからね。今のはなんとかカウンターを回避したというシーンでしたね。そうですね、今のカウンターを食らいましたけども、攻めている時こそ相手はカウンターの準備をしていると思った方がいいですよね。まあ、そういう意味では嫌な時間帯や局面でボールを失わないことが大切ですよね。裏を狙っていきます。サイドへ振って裏のスペースへ、これ仕掛けるか。ここはオフサイドありません。スクイーダンド、カウンターを仕掛けます。キャンベル、少しルーズになる。
カイセド、カイセドから右サイド、このボールはつながりません。ドゥアルテ、さあ右サイドから上がっていく、一人持ち上がっていくキャンベル、インモービレ、さあここでカウンター、スルーパス、おっといいボールでしょ、インモービレ自分で行く、こぼれてルーズボール、ラツィオ、ここでファールをもらいます。ちょっとファールになりましたけど、この辺で押さえとかないと危険ですよ。レフリーの注意が入ります。深い位置からのセットプレーになります。ゴール前いいボール入ればチャンスになりますよね。ナバス、しっかりと抑えました。ドゥアルテ、前半31分が過ぎたところ、プレスからボールがこぼれる、ルイス・アルベルト、カウンターを仕掛けていきます。出ましたね、抜けた、ガンボ、また中央へ、コスタリカ少し消極的に見えます。ゴンサレス、モラーニョス、大きく縦へ、スペースへ出す、いけるか、裏のスペースへ、このパッ、モービル、いや北澤さん、これナイスセーブでしたね。いやファインセーブですよね、よく取りましたね。これコスタリカ今のカウンターは危なかったですよね。いい攻撃をしていても相手チームは奪ってからのシュートまでの速さを持ってますからね、常にリスクマネジメントを頭に入れといた方がいいですよね。頭だ、ヘディングでした。ドリブルで上がる、ストラコス、大きく前線へ、ここはすぐ奪い返します。ラツィオ、オラーニョス、ここで中に仕掛ける、さあどこに出す、ここでスコアをフラットに、いいですね、熱い一発になりそうですね。ここはいい位置に詰めていました。セカンドボールをあらかじめ予測しておく、非常にポジショニングセンスが光ったボールになりましたよね。実に落ち着いてましたね。コスタリカ同点に持ち込みました。一旦仕切り直しですね。得点上は五分、精神的には追いついた側の方が若干有利な面があるかもしれませんけど、ちょっと展開読めなくなってしまいましたね。インモービレからサイドのスペースへ、こぼれてる、中人数揃っている、スルーパスを出す、低いクロス、カーテを使います。さあカウンターのチャンスになります。走りまくっています。縦へのボール、ルイス・アルベルト、インモービレ、仕掛けるか、ふわっとしたボール、さあ一気にカウンター、裏のスペースを狙う、抜けた、残り3分というところでしょうか。
キャンベル、ここで前を向けるか。サイドへ、キャンベルからドゥアルテ、ボルヘス、さあ右へ預けて、どうだ、さあカウンタースピードを上げたいところ、これはつながりません。ゴンサレス、ドゥアルテ、アローロ、ファーストハーフ終了の笛です。両チーム動きのある前半でした。見応えのある好ゲームです。さあ前半が終わりました。お互いに言えることは、はい、全力を出し切らない限りは勝利はものにできない、はい、そういう意気込みというのは強く感じましたね。なるほど。コスタリカ対ラツィオ、1対1の同点で前半を折り返します。セカンドハーフ見ていきましょう。ファーストハーフはお互いに1点ずつとそれなりにゲームに動きがありました。ガンボア、ブライアン・ルイス、ドリブルで上がる、どうだこのシュート、いやー勝ち越し、コスタリカゲームをひっくり返します。見事なドリブルでした。シュート前に勝負ありでしたね。そうですね、ドリブルでゴール前に持ち込んでね、普通はちょっと焦ってしまうところなんですけどもね、はい、続いて確実に決めてきましたよね。さあコスタリカ勝利に向けて一本抜け出しました。アローロ、ルリッチ、インモービレ、インモービレからカイセド、アローロ、コスタリカこれは奪い返します。キャンベル、モラーニョス、長いボール縦へ、裏へのスルーパス、裏を狙っていきます。これ仕掛けるか、スクイボシュート、いや惜しいシーン、しかし相手の守備の対応が一歩遅れたのか、危ないシーンでした。コスタリカ奪ってから鋭い攻撃ですよね、うん、ゴールを目指すっていうね、はい、そういった意思が感じられますよね。相手の速いカウンター、これをなんとかしのぎました。こんなチームが相手の時は攻めている時こそ危険なエリアをケアすることが必要ですよね。ただ攻撃をやりきってしまうクオリティはさらに求められるでしょうね。ルリッチ、裏へ届くか、カイセドからルリッチ、素晴らしいパスだ、シュート、触れた、オビエド、ガンボ、チャンスを演出できるか、オセバットフリーだ、
イセド、カイセドからインモービレ、もう一つ前に行きたい、ギルーク狙ったボール、いけるか、ルーズボール、中に合わせてくるか、さあ繋がるか、ちょっとルーズになる、さあ左へ預けて、もう一度セド、オフサイドです。最後ワンタッチで入れてきましたけど、アイディアとしては良かったと思いますけどね。コスタリカとしてはもう1点取るぞっていうムードをね、どれだけこうチーム内で声を掛け合っているか、この辺がポイントでしょうね。オビエド左上がっていきます。クロスを相手選手に弾かれましたがコーナーキックになります。コスタリカ2本目のコーナー、ラツィオここまで2本。ラツィオとしては守備の裏のスペースを相手に取らせないことが最優先みたいですよね。さあ勝負です。わあ道ができましたよ。シュート、うあ、守備陣ゴール前への突破を許してしまいました。非常にこうアングルを見つけながらね、ボールを持ち直してシュートコースを見つけてましたよね。ガンボつながります。ルーカス、ここは競り勝ちます。インモービレからカイセド、入りましたよ、裏へ抜けた、インモービレナンバー押し込んでくる、これはクロスバーよりわずかに上。コスタリカ今のは攻守が一転して逆に危なかったですね。いい攻撃をしていても相手チームは奪ってからのシュートまでの速さを持ってますからね。常にリスクマネジメントを頭に入れといた方がいいですよね。ここでファールがありました。コスタリカは選手の交代を考える時間帯になってきましたが、ここまでまだ動きはありません。打っていった、いや、いい反応でしたね北澤さん。そうですね、難しいボールでしたけどもね、いや、よく止めましたね。入ってもおかしくない決定的なシーンがありました。ふわっと裏を狙う、いいと変わりますよ。おー、いい形じゃないですか。どうだ、頭できた、ルイス・アルベルト、さあカウンターを仕掛けます。この辺は人に対して厳しくいってますよね。裏のスペースへ、あー、いいボールだ、この位置で受ける、クロスはディフレクション、コーナーキックになります。ここでイエローカードです。あ、おそらくこれは一つ前で起こった接触のやつじゃないでしょうかね。頭、うん、クロスバーの少し上、ラツィオが決定的なチャンスを迎えたシーンでした。このパス、さあ繋がるか、いいボール入りますよ。シュート、コスタリカ完全にディフェンスが一歩遅れた形になりました。しかし惜しいシーン、ルリッチ今日ワンアシストです。インモービレからのパス、スルーパス、スルーパスを出す、足元、どうだ、シュート、これはディフェンス陣が焦った形になりました。しかし惜しいシーンです。
オビエド、ボールを下げてリズムを作るか。ボルヘス、ゴンサレス、長いボールを送ります。ドゥアルテ、ドゥアルテからキャンベル、あ、いい展開ですね。クロスを入れる。いやもうギリギリのクリアって感じですよね。中へのオーバーヘッド、このオーバーヘッドは決まりません。アクロバティックに狙ってきましたけどもね、こういったプレーがあるとねスタジアム盛り上がってきますからね。コスタリカ決定的なチャンスを収めることができませんでした。ミリンコビッチ・サビッチ、スルーパスを出す。今の形すごく良かったですよね。これを繰り返せばいいと思いますね。はい、積極的に行きたいですね。ここは体を張ります。ルイス・アルベルト、カイセド、ミリンコビッチ・サビッチ、仕掛けるか。さあどうする、いけるか。グリッチ・ナバース、いや今のキーパーを褒めたいですね。ナイスセーブでしたね。スペースで出す、どうする。うわ、まだある、シュート、しのぐ。ちょっと慌てましたかね。でもまだ時間ありますから分かりませんよね。これ1点取ってたらもう試合は決まってたようなもんなんですけどね。裏を狙っていきます。お、これいいですよ。クロスが入る、ヘディングきた、ドッテラツィオ、またまた同点、なんという展開。今のゴールなんですが中盤で奪ってという攻撃ですよね。いかがでしたか。いや、チーム全体で非常にうまく攻めれましたよね。奪ってからフィニッシュまでの流れ、手本になるような見事なカウンターアタックでしたよね。さあラツィオ再び追いついています。精神的には追いついた側の方が若干有利でしょうかね、はい、まあどちらにしても体力的にはきつい時間帯なんで、あとはもう気持ちですよね。体を張ったプレー、いいとこまで攻めたんですけどもね、この終盤でのせめぎ合いは最後まで目が離せませんね。サイドのスペースへ走らせる、うまくボールに行きました。攻撃でしたけどもね、まだ時間ありますからこの試合どうなるか分かりませんね。裏へ届くか、チャンスでしたけどもね。そうですね、残り時間ありませんから決めたかったとこでしょうね。激しいボールの奪い合いです。いい攻撃でしたけどもね、まだ時間ありますからこの試合どうなるか分かりませんね。ここまで攻めたんですけどもね、この終盤での攻め合いは最後まで目が離せませんね。サイドのスペースを使います。
両チーム一歩も譲らないというこのゲーム、同点ではありますが、この終盤いつ試合が動いてもおかしくない状況です。まあどっちが勝ってもおかしくないですよね。今日の内容はなかなか面白いですからね。チャンスでしたけどもね。そうですね、残り時間ありませんから決めたかったところでしょうね。打つか、さあどこに、シュート、ルーズボールになる、危ない。まあクリアが精一杯ですよね。惜しい攻撃でしたけどもね、このまま終わっちゃうかな。コスタリカ、わずかな残り時間で展開していけるのか。まだある、いいとこまで行ったんですけどもね、あとワンプレーあるかな。カウンターを仕掛けていきます。裏へのスルーパス、このパスが抜ける、これ仕掛けるか。さあフラッグは上がっていません。シュート、ポスト直撃。さあ最後上げてくるか、とルーズボール、ルイス・アルベルト、プレッシャー、惜しい攻撃でしたけどもね、このまま終わっちゃうかな。もうアディショナルタイムです。ボール入りましたよ。アチェルビ、ミリンコビッチ・サビッチ、ここで受けて、うわまだいっか、クロス低い、インモビレ、こぼれた、右サイドへ振って、選手の入れ替えが激しくなってきました。今日のゲームはカード1枚もらってますからね。アロール、ロムロ、ここで笛です。2対2引き分けという結果になりました。北澤さん、試合を振り返って一言お願いします。コスタリカとしてはやや戦力的に不利な状況の中でね。